マルジャン・サトラピ・ペルセポリスのプレミア史社会におけるマルジャン・サトラピ・マルジャン・サトラピはイラン北部ラシト出身のフランスの漫画家イラストレーターマルジャン・サトラピはカージャール町の流れを組む進歩的な上流階級の家庭に育ち少女時代に当時のパーレビ国王の失脚とイラン革命そしてイラン・イラク戦争を技術者のトーラと共に市民の側から目撃した 1983年、両親の意向によって、オーストリアの首都ウィーンのフランス語学校に留学。しかし、自由の落とし穴に陥り、自堕落な生活と、故郷から切り離されたことによる不安のため、イランに帰国し、大学で美術を学ぶ。在学中に、レザーという青年と結婚するが、間もなく離婚。1994年に突出し、 ストラスブールの美術学校でイラストレーションを学ぶ。その後パリに移住。そこで出会ったバンドデシネの作家、ダビット・ベイと出会い、本格的に漫画家として活動を始めた。彼女の特に初期の作品はダビット・ベイのものに似たスタイルで描かれている。サトラピはイランでの幼少期とヨーロッパでの少女時代を描いた自伝的作品、ペルセポリスで世界的な名声を得た。 ペルセポリス第2巻は2002年のアングレーム国際漫画祭で最優秀脚本賞を受賞している。この作品は2007年にソニーピクチャーズ出資のもと、サトラピットフランスのアニメーター。 バンサン・パロノとの共同監督で長編アニメーション映画が制作され、プレミア上映となった韓国際映画祭で審査員賞を受賞した。サトラピは、さらに2005年にプーレオ・プランズでアングレーム国際漫画祭の最高賞である最優秀作品賞を受賞している。彼女はアメリカの有力紙ニューヨーク・タイムズに不定期でイラスト入りのコラムを執筆中である。 ペルセポリスは本国フランスでは第4巻まで刊行されているが日本では英語版と同様フランス語版の2巻を一冊にまとめたものとして全2巻がバジリコから出版されている。また日本ではサトラピとト親戚の女性たちが結婚感、セックスについて語る茶飲み話を描いた詩集も明石書店から出版されている。ありがとうございます。